熟女会議かっこかり、しっとり、しっとりです、いろりですよね。やっぱこの雰囲気でロバタですね。女子3人ってちょっと絵になるよね。しかもこのコンペイト、コンペイトがあったの、温泉まんじゅう。いや、私温泉のお茶飲んで、これもいいし、温泉とかよく行きますね、皆さん。私よく行きますよ、あると家族で。どこの温泉行くの？どういうとこ？いろんなとこ行くけど、うん、え、今まで一番行った中のこの温泉がちょっと今思い出しますとかありますか？北海道やっぱいいとこ多いですよ。あら、どういうとこですか？阿寒湖のホテルの前忘れちゃったけど、阿寒湖のところも良かったし、この間標津湖よく行くのよ。昔から温泉好き？温泉好きですね。女子は好きだよね、温泉とかね、はい、温泉好き。思い出のこうあるエピソードある、あるある。私さ、やる気だ、湯布院だっけ、湯布院、九州ね、九州のね、湯布院のね温泉行ったの。誰と？当時付き合ってた人。彼氏と？当時付き合ってた人と、うん、で男の人だから別々にお風呂入るじゃない、うん、で温泉のお風呂入ってたの。したら脱衣所が見えたの、こうさ、うん、スキーガラスみたいな、うん、すりガラスね、すりガラス、うん、すりガラスにこうね、うん、したら男の人のが入ってきたの。え、こうやってこういうこう忍び足みたいな感じで入ってたの、うん、で私はこうやって使ってたのに、うん、こうやって入ってきて、なんか絶対あれ背高いし男だと思ってザバザバって上がったの、うん、したらダーって逃げたの。覗き？覗きか泥棒？え、彼氏だったの？パンツとか。彼氏だったの？パンツ泥棒？彼氏だったのかな？あなたのパンツとかってあるでしょ？彼氏だよ。だってそのパンツいくらでもあげるじゃん、彼氏の。赤ちゃん。いや、ごめんね。ちょっとごめんね。わかんないんだけど今。え、普通彼氏にパンツってあげるものだよ。頼まれるの？欲しいって言われたらあげるじゃんね。あげるよ、私と思って。欲しいって言われたらパンツってあげるの？あげる？あげないよ。だって言われたことないでしょ。言われたことないよ。私もやれたことないからあげたことないけど。パンツ欲しいって言ったことあるよ。マジで？嫌だって言われた。嫌だって言われた。え、パンツが欲しいの心境が全然わかんない。だっていいじゃん、ある。ないよ、ないよ、全然ないよ。そういう温泉で。あ、温泉で、私ね、いやいいかもね。あのさ、伊豆のさ、聞いてあげて、伊豆の北川温泉って知ってる？知らないかな。婚浴出た。え、それ誰でも婚浴？誰でも婚浴、今もあんのかな。私も行ったの20年以上前だから、うん、あのね、北川温泉号の温泉宿がいっぱいあるところの、うん、海の方にザーって海岸降りてきたら、うん、海岸の波っぺりのところに温泉があるの。いいね、それ。ね、一体婚浴の。なんでしょ？そう。で、5時から6時とか、時間指定、当時はね、うん、時間指定だけ女の人だけだったの、うん。でもその時は、その時のボーイフレンドとかみんなで、7、8人で旅行行ってたから、うん、みんなで入ろうって言って、うん、婚浴入ったよ、その時。え、隠さない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 、だって婚浴だから。あっちゃんさ、今回さ、あのお風呂一緒に入ったじゃん、温泉。どう？岡本敦子の生歌。岡本敦子は、こうやってもう、ねえ、そんなことない。え、ニュートンでかい、ニューリンでかい。でかい？どう？後で見せてあげるよ。だって入るじゃん。後で一緒に風呂入るじゃん。やだー、入るのよ、この後。でも婚浴、一回婚浴はあって、うん、3年前ですよ。あのね、あれ、あのね、あの映画で使われた原田喜和子さんと竹内力さんだ、はい、の彼女の島、彼女のオートバイっていう映画で、最初のシーンがなんか群馬のところ奥の今もある温泉のすごい古めかしいところの温泉なんですよ、うん、そこ婚約なんですよ、普通に婚約なんだ、はい、今も、うん、そこ行ったの、友達と6人とこっちの、で最初は10人ぐらいいたんだけど、みんな男子だったんだけど、うん、途中からカップルが来たんだけど、うん、そういう男ばっかの中に女子が来るって、うん、男の子ひるむでしょ、うん、なんだろう、そうなのよ、なんだろう、だからその婚約タイムも私たち全然気にして、学生だったからね、うん、大学生だから気にしないで行ったら、男の人がみんな上がっちゃって、はい、結果的には女ばっかりになったの。なんだろう、で男たちは上からその温泉街の上の方からずっとこうやって覗いてんの、でも根性ないなと思って、お前ら悔しかったら入ってこいとか言いながら温泉入ってた覚えがある。20歳ぐらいの時。でも衝撃、ドキドキしちゃった。女子のこういう生裸みたいなのがいるの、うん、私あんまり見たことないよね、生裸。あんまりっていうかないよね。ないよね。どうなってるのか分かる。女の子の全裸見たことある？ビデオでしかないよ。え、チョコボール向井さんのビデオ。え、じゃあ生で見たことないの？あ、大丈夫、後で見せてあげるから。えぇ、ー、M 字開脚。だって別にそこまちゃんに見られても何のも M 字開脚。だって私 M 字は無理でしょ。私が M 字開脚して私が小さな前で M 字はしないでしょ。ちょっと M 字開脚してそこまちゃんがこうやって怖いわ。だって私がさ、小さなとこに見られてるものをそこまちゃんに見られるものは別に問題ないじゃん。え、うん、
だって普通にお風呂入って、この人お風呂で足バタバタするのが入ってるからね、ブワーまた広げて、あね。あれは何？あれキチエスタイルなの、あのお風呂で大の字になるっていうのは知ってた。気持ちいいからじゃない。キチエはお風呂で常に大の字だからこう足広げて。本当。またあまたチエさん足開いてると思ってみて。本当。つけなあなた。どうしましょう。女子なんだからちょ。じゃあ女子しかいないから。でもこういう場所に来るとまったりするね。そうだよ、もう久しぶりに畳とか嬉しいね。のんびりした、本当にありがとうございました。また行きたいね。行こうよ、次どこ。